クレムソン記念スタジアムクレムソンは年間1インチないし3インチの降雪がある。クレムソン市内にある下記の場所や建物がアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。クレムソン大学のティルマンホール2008年撮影。クレムソン市の人口には年間8ヶ月間居住するクレムソン大学の学生17,000人を加えていない。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クレムソン市は公衆安全のためにクレムソン警察署、クレムソン大学消防署、ピケンズ郡緊急医療隊を運営している。すべて1日24時間、1週7日対応できる要員を備えている。クレムソン大学消防署はペリミーター道路1521に駐屯所がある。警察署はタイガー大通り1198にある。ピケンズ郡緊急医療隊メディック4はコモンズウェイ115にある。クレムソン鉄道駅、クレムソン地域交通はクレムソン、アンダーソン、ペンドルトン、セネカ各市長がある地域で無料のサービスを提供する交通機関である。すべてのバスが障害のある利用者にも対応しており、特殊な需要にも応えられる。アンダーソン市の電気都市交通への乗り換えもできる。アンダーソンのシャトルで無料乗車を続けるために、クレムソン地域交通から証明書を出してもらう。グリーンビル交通局バスターミナルに行く、グリーンリンクシャトルバスも利用できる。クレムソン市内のカルフーン記念ハイウェイとカレッジアベニューの角に、アムトラックの鉄道駅がある。ニューオーリンズからニューヨークまでの列車クレセント号がこの駅に毎日停車する。クレムソンからは大きな空港3カ所に近い。最も近いのが車で45分、グリーンビルにあるグリーンビルスパータンバーグ国際空港である。ハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港は車で2時間半のジョージア州アトランタ市にあり、シャーロット・ダグラス国際空港も車で2時間半のノースカロライナ州シャーロット市にある。クレムソン地域からこれら空港に行き来するためにいくつかの便がある。エアポートシャトル、アンダーソン、クレムソンシャトルサービス、イエローキャブ、アンドリューズ空港サービスなどである。クレムソン市はピケンズ郡教育学区に入っている。市内の児童生徒はクレムソン小学校、RC、エドワーズ中学校、D.W. ダニエル高校に通っている。クレムソン小学校は、当初カルフーンクレムソン学校と呼ばれ、カレッジアベニューにあった。1964年、その校舎が焼け落ち、カフェテリアのみが残った。学校は、フロンテージ道路沿いに再建され、マギー・モリソン小学校と名付けられた。古い建物は、モリソン別館と改名され、低学年の児童に対応するために使われた。この学校の校舎では対応できなくなった時に、バークリードライブ沿いに新しい校舎の建設が始まった。これが現在のクレムソン小学校である。RC、エドワーズ中学校は1971年に建設され開校となった。現在は6年生から8年生を教えている。キャンパスは、セントラル6マイルの町の間にあり、生徒数は約800人である。D.W. ダニエル高校は2010年に建設され、2012年から2013年の教育年度に最初の生徒を受け入れた。クレムソン大学の教授デイビッド・ウィスター・ダニエルにちなんで名付けられており、ダニエルは公共教育体系に投資し、サウスカロライナ州教育委員会に長年務めた。ダニエル高校は近年 US ニューズマガジンから州内最善の普通公立学校の一つに挙げられた。ダニエル高校のフットボールチームは2013年から2014年のシーズンで14勝1敗の成績を残した。クレムソン市は市政委員会方式の政府を採用し、ピケンズ郡評議会のメンバーになっている。アメリカ合衆国下院議員では、サウスカロライナ州第3選挙区に属し、2015年時点で共和党員を送り出している。クレムソン市政委員会のもとに、芸術文化小委員会、企画委員会、建築審査評議会、地区割り提訴評議会がある。クレムソン市は、大学とその近隣町の間で共通する問題に情報を提供する国際タウン・ガウン協会に直接協力している。クレムソンの代表二人は協会の財務官と支配人を務めている。サウスカロライナ植物園市内には大学以外にもサウスカロライナ植物園、フォートヒルプランテーション、ボブ・キャンベル地質博物館がある。貯水池であるハートウェル湖は市の西にある人気あるレクリエーション施設である。ブルーリッジ山脈は市の中心から30マイルにある。ありがとうございます。